雑菌美術館はパリロックにあるロシア帝国出身の彫刻家、画家オシップ雑菌の美術館。1928年以降、雑菌が妻で画家のバランティーヌ・フラックスと共にアトリエ県住宅とした場所であり、パリ市に移蔵され、1982年に雑菌美術館として開館。2012年に新創開館した。木造24点。 石像32点、ブロンツ像6点を含むコレクション約70点が、室内と緑豊かな庭に展示されている。ラテン語とギリシャ語を教える教師の息子として1890年に、ロシア帝国のビツェプスクに生まれたオシップ雑菌は、英国で造形学を学んだ後、1909年にパリへ移住し、エコールでボザールで彫刻を学んだ。1910年、 エコールド・パリの画家、彫刻家やロシア、中東王での弾圧を逃れてきた若い、ユダヤ人画家、彫刻家が多く住むモンパルナス地区の集合アトリエ兼住宅、ラリューシュでしばらく過ごし、藤田ツグジ、モディリアーニ、ピカソ、アポリネイルらに出会い、信仰を結んだ。1912年にボジラール通り114番地に部屋を借りた。第一次大戦下の1916年1月、 ザッキンは、フランス政府の呼びかけに応じて志願し、外国人部隊に入隊、ロシア人衛生隊に配属された。同年11月、毒ガスを浴びせられて入院した後、1917年10月に除隊。心身ともに衰弱したままパリに戻り、7区のルスレ通りに部屋を借りて、創作を始めた。鉛筆、木炭、インク。 水彩などによるデッサンをもとにエッチングを制作し、フランス軍ロシア人衛星隊配属の第一、外国人部隊の兵士を湿布雑菌のエッチングに10点、と題する画集にまとめた。1918年、友人の画家アンディラメの招きに応じて門頭版、近くの小村、ブリュニケルで彫刻作品の制作をはじめ、展覧会を開催した。1919年に、パリに戻り、 ルスレ通りの隣人であったアルジェリア生まれの画家バランティーヌ・フラックスと1920年に結婚。1921年にフランスに帰化した。1920年代にはたびたび古典を開催して作品を発表した。1928年、ルスレ通りからロックのアサス通りに引っ越し、ここをアオシスと名付けた。これが現在の雑巾美術館である。 第二次大戦した、米国に亡命した1941年から45年を除き、彼は生涯にわたって、ここを住宅券アトリエとし、バランティーヌと共に制作に励んだ。1981年に、バランティーヌが亡くなると、遺産はすべてパリ市に移送され、パリ市が二人の家を美術館に改築し、1982年4月19日に、 パリーシュ美術館の一つとして開館した。2011年から改装工事が行われ、2012年10月8日に新装開館した。6つの展示室のほか、庭のアトリエがあり、屋外にもブロンズ像が展示されている。主な所蔵作品公式ウェブサイトエクスポジションズペセによる、ありがとうございます。